どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのヒルトンホテルのクレジットカード、私はヒルトンアメックスプレミアムカードですけども、本日はですねヒルトンホテルのホテルオファーがですね来ておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで動画がね遅くなって申し訳ございません。コミュニティ欄ではね軽く発信させていただいたんですけども、今回ですねヒルトンホテルのホテルオファーがですねアメリカンエクスプレスのクレジットカードに来ているということで、ちょっとね私熱を出しておりまして、ちょっと数日ねダウンしておりまして、動画遅くなって本当にね、申し訳ありません。コロナではね検査したらねなかったんですけども、ちょっと熱が結構高くてですね、しばらくねダウンしておりました。で今回ですねアメリカンエクスプレスのアプリとかウェブとかでですねオファー来ますよね、こちらで今回来ているっていう風になりますんで、いつも通りですね先着になっておりますので、まあ一応ね大丈夫だとは思うんですけれども、この動画ね全部見終わる前にですね、ひとまずねアメリカンエクスプレスのウェブかアプリね見ていただいて、オファーねチェックしていただいて来てないかね確認してください。もし来てたらですね先にねエントリーしてからこの動画ね見るようにしていただければなと思います。見終わってからねエントリーしようとしたら終わってたってなると結構残念な思いされるかなと思いますので、ひとまずね動画見る前にねエントリーをね済ましておいてください。ということで今回ね、ヒルトンホテルのホテルオファーが来ているっていう風になりますんで、ヒルトンホテルをねステータス使用されている方、またねヒルトンホテルね宿泊予定のある方、まあ現金になりますけどね、またね全国旅行支援でヒルトンホテルね利用予定ある方はですね、まあ、かなりお得になるのではないのかななんていう風に思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、今回私オファーが来たのは、こちらですね、ヒルトンアメックスクレジットカード、こちらと、アメプラ、こちらにもね、同じオファーがね、来ておりました。で今回ですねツイッター等々をね見ていると、おそらくねマリオットには来てないと思うんですけども、まあ、それ以外のカードでですね今回のこのホテルオファーね来ているなっていう風に思いますので、アメックスが発行しているクレジットカードですね、プロパーと ANA ペルソナデルタ、あとヒルトアメックス、こちら持っている方はですねぜひねチェックしていただければなと思います。でオファーの見方ですね、軽くねやっておきたいなと思うんですけども、ちょっとここはね知ってるよっていう方も多いと思うんですけども、ちょっとこれにね画面出しておきます。ログインしていただいて、今回ね私はヒルトアメックスとアメプラで来ておりましたんで、こちらねヒルトアメックスの画面なんですけども、右下にねオファーっていうのがありますよね、こちらを押していただくと今ね多分一番上に、ね、出てると思うんですけども、一番上にねヒルトンの、4万円ご利用で8000キャッシュバック、こちらですね、まあ、こちらを見ていただいて、ここにオファーがあれば、まあ、オファー来ているっていった形になります。で下の方にねカードへの登録っていうのがありますので、まあ、こちらでねオファー見ていただいて、こちらでエントリーしていただくっていった形になります。こちらを押していただくとねエントリーができるっていう風になりますので、私もエントリーしておきましょう。はい、これでねエントリーは完了っていった形になります。それではねキャンペーンの詳細いきたいと思います。まずね宿泊期間が2022年の10月の25日から2022年の12月の11日っていう風になっておりまして、エントリー必須先着2万5000名までっていう風になります。で特典ですね、合計4万円以上の利用で8000のキャッシュバックっていう風になります。今回のねオファーはポイントとかねそういうもので付与されるものではなくてですね、8000キャッシュバックっていう風になりますんで、4万円以上ね利用していただければですね、利用額からね差し引いていただけるっていう風になりますんで、かなりいいキャンペーンっていう風になりますよね。それでは次にね注意事項ですね、結構注意事項ねたくさんありますんで、よくね確認していただければなと思います。まずねキャッシュバックは1枚につき1回っていった形になります。で家族カード保有されている方いらっしゃいますよね、ヒルトアメックスも家族カード1枚無料ですし、アメプラとかね持っている方は4枚だまででしたよね、はい、無料だったりしますよね。で今回のオファーなんですけども、私ね奥様に家族カードアメプラのね保有させていただいてるんですけども、家族カードにもね同様のオファー来ておりましたので、こちらね家族カード保有されている方はですね、家族カードでもこちらエントリーできるっていう風になりますんで、家族カードね保有されている方はオファー来てないかねこちらもチェックしてください。で1枚につき1回っていう風になっておりまして、4万円使って8000のキャッシュバックということで、1回っていう風になりますんでね、複数回使ってもキャッシュバック増えたりしませんのでね、この点はご注意ください。で予約自体はですね、公式サイトもしくはヒルトンカスタマーデスクで行った予約のみがね対象っていう風になりますんで、外部サイトからね予約した場合であったりですね、
ヒルトンホテルには事前決済プランっていうのがありますよね。こちらも対象外っていう風になります。でレストランについてなんですけども、レストランの利用もね対象なんですけども、今回のこのオファーに関してはフロントデスクで決済したものはね対象っていう風になりますんで、まあ部屋付けでね利用していただいて、チェックアウト時にね支払っていただくと今回のオファーね対象になるっていった形になります。で多分ねいらっしゃらないと思うんですけども、今回のねこのキャンペーンはあの物理カードでね決済していただく必要がありますんで、カードをね持ってって利用する、まあクイックペイとか使えるとこないと思うんですけども、まああの物理カードで決済していただかないとですね、こちら対象外になりますんで、この点はねご注意ください。で次にですね、 HPCJ の予約はどうなるんですかって結構ね毎回質問いただくんですけども、 HPCJ のね予約も対象っていう風になりますけども、こちらもねあのフロントデスクで決済したものがね対象っていう風になりますんで、まあ前回ね私利用させていただきましたけども、ちゃんとねキャッシュバックいただけましたんで、 HPCJ の予約もね大丈夫って言った形になります。ではね今回のホテルオファーなんですけども、私はねヒルトンアメックスとアメプラに来ているっていうねお話をさせていただいたと思うんですけども、今までねヒルトンアメックスとアメプラに来るねあのヒルトンホテルのホテルオファーって別なものが来てたんですよね。で今回ね同じものが来ておりまして、一番ね今回注意していただきたいのは、どちらのオファーも今回一緒なんですけども、一つのホテルでの複数回のご利用の合算は OK なんですけども、複数ホテルの合算は対象外っていう風になりますんで、ちょっと前まで1年前ぐらいかな、あの非常にいいオファー来てましたよね。2万円以上利用すると何円キャッシュバックみたいな、まあ、そんなオファーがねあのすごいいいオファーがねあったんですけども、その時っていろんなホテル利用して2万円超えたらキャッシュバックみたいな、まあ、そんな感じのオファーだったと思うんですけども、いろんなホテル使えたんですよその時のオファーって。でも今回のホテルっていうのは一つのホテルで何回も利用する分にはオファーね対象になるわけなんですけども、いろんなホテルで利用してもあの4万円超えたからといってキャッシュバックもらえないっていう風になりますんで、この点はね本当に気をつけていただければなと思います。もちろんね一つのホテルで4万円ね超えていただければ OK っていう風になりますんで、まあ1回でねあの利用するのがね必須なのではなくて、まあ何回か利用していただいて一つのホテルですね、で4万円超えていただいたらキャッシュバックはね受けられるんですけども、 A ホテル、 B ホテル、 C ホテルで4万円超えたからキャッシュバックみたいな感じではね、今回のオファーはあのそれではもらえないっていう風になりますんで、本当にねこの点はご注意いただければなと思います。それでは次に対象ホテルですね。オファーのところにですね対象のホテルねこういった形で載っておりますんで、ぜひね確認していただければなと思うんですけども、まあ私はざっと確認したところだとほとんどのホテルがね対象っていう風になっているわけなんですけども、軽井沢のねキュリオコレクションだけね一応載っておりませんので、おそらくここだけね対象外ではないのかなっていう風に思いますので、この点はね覚えておいてください。ということで今回ですねアメックスのクレジットカードにホテルオファーということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、ヒルトンアメックスね保有されている方、またねアメックスのクレジットカードね保有されている方はオファーね来ているかななんていうふうに思いますので、ヒルトンダイヤモンド仕様であったり、またねこれからねヒルトンホテル利用される方はかなりお得になるんじゃないかななんていうふうに思いますので、ぜひね利用していただければなと思います。またね HPCJ の更新控えている方いらっしゃいませんかね。ヒルトンホテルっていうのはホテルのフロントデスクでもこれ HPCJ の更新ってできるんですよね。ですのであといくら足りないみたいな時にですね HPCJ の更新をねフロントデスクにしていただいて、ヒルトンアメックスで決済していただいて、このねあの利用額に上乗せするみたいなね、まあこういったこともねできるっていう風になりますんで、こちらもねぜひ覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。